ソブレイリアザンサルカ、図版、カーティスボタニカルマガジンから、ソブラリア族ソブレイリアは、卵化植物の一族。細長い茎に幅広い葉を持つ、ユリのような草始で、カトレアのような花をつける。ただし花の寿命は、ごく短い。ソブラリア族は直立する細長い棒状の茎を持ち、笹の葉のように、幅広い葉をつける点で、卵化の中でも、独特の姿をしている。 その背丈は大きいものでは6メートルにも達する。花は大型で、カトレアに似て美しく、方向もあるが、1日でしおれる。鑑賞用に栽培されるが、一般家庭よりは植物園で栽培されることが多い。学名は、スペインの医者であり、植物学者である会、m ソブロールに懸命されたものである。地上性岩の上、あるいは着生植物。 茎は細長く立ち上がり、根元から複数ボンがまとまって出る。根は肥大する。茎には、基部から上部まで、まばらに葉をつける。葉は長楕円型から、卵上皮芯型で硬く、多数の縦膝がある。大型になる種が多く、1から2メートルになるものはザラで、S 字ちょとまなどは6メートルに迫る。ただし小柄なものもあり、例えばビマクラタイスバイマキアラタ。 カロサエス・コローザのように20から40センチメートル程度にしかならないものもある。また着生のものでは、枕エス枕は40から60センチメートルの茎が下向きに垂れ下がって伸びる。花は茎の先端から出て、相乗過剰、または塩水過剰なし、一度に一花ずつ、1ヶ月以上に渡って開花する。花は大きくて美しく、カトレアに似る。また方向がある。 ただし1日か2日でしおれ、カトレアよりはるかに短命。随中の先端に一体の角状の突起がある。また、卵化植物は種子の小型化に伴って内部の肺が単純化し、未分化の細胞界となる例が多いが、本属では例外的に使用があることが知られている。メキシコから中央アメリカ、ブラジルにわたる地域に分布する。約100種があるとされる。 花が美しいので観賞用に栽培される。溶蘭としての略号はソブである。ただし大型になり、しかも花持ちがひどく悪いため、家庭で栽培されることは多くない。栽培そのものは容易であり、大株にすると多数の花をつけ、長期にわたって観賞できるので、植物園などで大きな群落を作って栽培される。マクランタイエスマクランサが日本では最も普及している。 後輩品種も作出されている。続間後輩は行われていない。西村 A、P174、唐沢監修 P586 以下、主として、唐沢監修 P586 塚本ほか、P123、唐沢ほか、P417 から419度橋 P189、西村 B、P180 西村 P174、 唐沢監修 P586 ありがとうございます。